スティングレー、潜水艦。スティングレー、アセス・スティングレー、SS-186 は、アメリカ海軍の潜水艦。サーモン級潜水艦の一隻。艦名は、赤エ顔、カオ、オとして、尾の付け根に太いドクトゲを持つ、トビエイメノエイにちなんで命名された。その名を持つ艦としては二隻目。スティングレーは1936年10月1日に、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1937年10月6日に卓越した、潜水艦勤務の経歴を持つリドリー・マクリーン、少々の未亡人によって、命名、浸水し、1938年3月15日に、艦長レオン・エノブリア少佐の指揮下収益する。ニューイングランド及び、 カリブ海での成長後、スティングレイは1939年1月14日に、ポーツマス海軍造船所に入居、回収及び偽装が行われた。作業完了後、カリブ海海域への巡航に出発し、コネチカット州ニューロンドンに停泊後4月20日に、パナマ運河を通過5月11日にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。同地で、 第六潜水船体に加わり訓練を及び、艦隊演習に従事する。1940年4月1日に出港、ハワイ海域での艦隊演習に向かい、その後、バレーホノメアアイランド海軍造船所でオーバーホールを受け、作業が完了すると再びハワイへ戻り作戦、活動に、従事、1941年10月23日に、フィリピンのカビテデに加わる。 12月7日の日本軍による真珠湾攻撃時、スティングレイはレイモンド・エスラン部少佐、アナポリス1926年組の指揮下でマニラに停泊していた。12月11日、スティングレイは最初の紹介でルソン島西部に向かった。リンガ A1 を紹介し、スティングレイは日本軍の進攻を目撃するが弾薬等の不足により攻撃を行うことはできなかった。 12月24日、スティングレイは13日間の行動を終えて、マニラに帰島。この頃、マニラは、陥落を目前にしていたが、スティングレイは簡単な修理をしてもらえた。艦長が、レーモンド・ジェームーア・少佐、アナポリス1927年組に変わった。12月30日、スティングレイは2回目の紹介で、海南島及び、インドシナ半島方面に向かった。 1942年1月10日、スティングレーはのサマワンで、病院船ハルピンマル、日本海、汽船、5167トンを撃沈。これが、スティングレーの戦争における最初の戦果であった。ハルピンマルは、病院船とは言うものの、実際には、ジュネーブ条約規定の装備をしていなかった。その後、2月8日までを紹介したが、敵との接触はなかった。2月12日、 スティングレイは44日間の行動を終えて、ジャワ島のスラバヤに帰島した。日本軍は、オランダ軍基地に圧力をかけ続けていたため、スティングレイはすぐにフリーマントルへ向けて、航行、3月3日に到着した。3月16日、スティングレイは3回目の紹介で、ジャワ海及びセレベス海方面に向かった。この紹介で観測して攻撃した、唯一の価値ある目標は、 3月27日から28日にかけてセレベストを任さる沖で見した雨切り型駆逐艦、あるいはシグレ型駆逐艦であった。スティングレイは4本の魚雷を発射したものの、前段が外れた。5月2日、スティングレイは48日間の行動を終えてフリーマントルに帰投した。5月27日、スティングレイは4回目の紹介でフィリピン方面に向かった。 スティングレイはまず、ダバオ湾を紹介し、ついで、サンベルナルジの海峡方面を紹介した後、進路をマリアナ諸島方面に向けた。6月28日夕刻、スティングレイはの地点で、護衛艦を従いた2隻の船を観測し、直ちに射程距離に接近した。最初の船に向かって4本の魚雷を発射。魚雷は、特設砲火に指揮丸、日の出来船。 1291トンに命中し、これを撃沈した。その後も、グアムの周囲で紹介を継続した。7月15日、スティングレイは50日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。この後実施された改装で、スティングレイは2機の外部魚雷発射艦が、完全砲の甲板より、下の位置に装着された。これにより、艦首方向の魚雷射線数を、 理想とされた6つにすることができた。10月26日、スティングレイは5回前の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。ブユゲンウィル島近海で紹介し、輸送船団や艦艇などを発見した。11月21日朝、スティングレイは、ショートランド近海で、特設水上規模艦三洋丸、大阪商船、8360トンに魚雷を命中させて撃破した。 12月20日、スティングレイは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰投。艦長がオーティス JR 少佐、アナポリス1930年組に変わった。1943年1月12日、スティングレイは6回目の紹介で、マーシャル諸島、トラック諸島方面に向かった。しかし、この紹介でも接触の機会はあれど、攻撃の機会はなかった。 3月8日、スティングレイは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。4月2日、スティングレイは7回目の紹介で、東、シナ海に向かった。この紹介では、嫌雷不説の任務も与えられていた。4月21日と22日の2日間にわたって、スティングレイは、雲州沖に嫌雷を不説。5月2日には、の地点で、 第257戦団を発見して攻撃し、輸送戦多門丸、八馬機船、8256トンを浮上したまま、来撃して撃沈した。5月17日、スティングレイは46日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。6月12日、スティングレイは8回目の紹介で、カロリン諸島方面に向かった。この紹介はほとんど成果がなく、 唯一観測したのは北に向かう高速船団であった。しかし、スティングレイは船団に接近することができなかった。7月31日、スティングレイは50日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。8月23日、スティングレイは9回目の紹介で、アドミラルティ諸島方面に向かった。8月31日、スティングレイはの地点で遊軍機の誤爆で4発の、 爆弾を投下されて、少なからぬ損傷を被り、スティングレイは浮上して修理することを強いられた。この紹介を通じて、敵艦との接触はなかった。10月10日、スティングレイは50日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。続いて、オーバーホールのためメアイランド海軍造船所に開港された。オーバーホール中に、艦長がサムシールミスジュニア少佐。 アナポリス1935年組に変わった。1944年3月10日、スティングレイは10回目の紹介でマリアナ諸島方面に向かった。3月30日、スティングレイはの地点で輸送船団を発見。3隻の護衛艦をやり過ごし、2隻の貨物船に対する攻撃位置を取る。スティングレイは特設運送船、行島丸、浜根木船。 3943トンに対して4本の魚雷を発射。1本が中央部に命中し、イクシマ島丸は停止した。スティングレイはイクシマ島丸に対して、もう4本の魚雷を発射。これを撃沈した。4月8日の午後、マリアナ諸島北方を巡航中にスティングレイは52、人の深さで大きな海中の物体に衝突する。船体は3から4フィート上昇した。 スティングレイは海洋の真ん中におり、海図では2000ファズオム3700メートル以上の水深が示されていたため、ルーミス艦長は当初、これを敵の新型対戦兵器と考えた。その後、スティングレイは用事にした水深で航行したが、海底を発見することはできなかった。何が船体に衝突したかを断定することができず、スティングレイはそのまま紹介を継続した。 4月13日の早朝、まだ暗いうちにスティングレイの当直見張りは、魚雷の鉱石を発見した。スティングレイは左限に急速に方向を変え、魚雷は完全方100フィートを通過していった。2秒後に2本目の魚雷が右限を通過した。スティングレイは攻撃を行った敵艦を探索したが何も発見できなかった。4月22日、 スティングレイは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。5月26日、スティングレイは11回目の紹介で、マリアナ諸島方面に向かった。この紹介は救助配備任務に費やされ、サイパンの戦いの援護で、グアムを攻撃する航空機部隊を支援した。6月11日、スティングレイは墜落した海軍パイロットを救助し、 翌日にはもう二名を救助した。6月13日、グアムの沿岸から500ヤードの距離で海軍パイロットが着水したとの知らせを受ける。スティングレイは救助に駆けつけると日本軍の沿岸砲台が着水した海軍パイロットの乗るいかだを狙い撃ちにしていた。スティングレイは船体の両脇で砲弾が爆発する中、先行して接近を試みた。スティングレイのルーミス艦長は 戦法鏡を2本とも掲げ、そのうちの1本はイカダを経流するための策、止め替わりとした。パイロットはルーミス艦長のアイデアになかなか気づかず、スティングレイは3度接近したが、結果は同じだった。4度目の接近の際、ルーミス艦長は思い切って戦法鏡をパイロットの前に掲げ、真意をようやく理解したパイロットは戦法鏡に捕まって安全に引かれていった。 パイロットは、島から離れて安全になってから上艦した。6月18日、司令塔ハッチ近くの上部構造で火災が発生する。炎は、数回燃え上がったものの消火し、最後に原因が発見された。スティングレイはその後も紹介を続けた。7月10日、スティングレイは45日間の行動を終えて、マジュロに帰島した。グアム沖での潜望鏡を使ったパイロット救助に、 関して、スティングレイのルーミス艦長は、後年以下のように改装している。8月2日、スティングレイは12回目の紹介で、フィリピン方面に向かった。この紹介では、15名のフィリピン軍士艦と、兵員、ロットンの補給物資を、ルソン島北東海岸に上陸させる特別任務が与えられた。8月11日にの地点で70トン級トロール船を発見し、 イ陰地方と二十ミリ機銃で打撃を与える。八月十五日、スティングレイはダーウィンに寄港し、翌日出港。八月二十七日、スティングレイは定められた会合点であるルソン島西北端のマイライラ岬に到着し、兵員と物資を陸上げした。任務終了後、スティングレイは沿岸貨物船や警備艇から爆雷攻撃を受ける。 浮上して三ン地方などでこれを追い払う。8月31日にはの地点で、ハードヘッド、アセスハードヘッド、SS-365 によって撃沈された、軽巡洋艦ナトリの乗員4名を救助した。9月7日、スティングレイは35日間の行動を終えて、ダーウィンに帰島した。9月10日、スティングレイは13回目の紹介で、モルッカ海方面に向かった。 9月15日、スティングレイは特別任務を行い、モルッカ海大・マージョー島に近接し、上陸可能な海岸を探索した。9月19日、スティングレイは9日間の行動を終えて、ポートダーウィンに帰島した。9月21日、スティングレイは14回目の紹介で、フィリピン方面に向かった。九月十七日、スティングレイはルソン島東部の海港点で、 貨物35トンを陸揚げし、ついで9月30日にはサマール島東,東部で陸軍の要員3名を上陸させた。10月14日、スティングレイは22日間の行動を終えてブリスベンに帰島。艦長がハワード F ストーナー少佐、アナポリス1932年組に変わった。12月6日、スティングレイは15回目の紹介でフィリピン方面に向かった。 1945年1月1日、スティングレイは、たびたびに27トンの貨物を陸揚げした。1月6日、スティングレイは27日間の行動を終えて、ミオスウンディ島に帰島した。1月11日、スティングレイは16回目の紹介で、セレベス解放面に向かった。2月1日に、ポートダーウィンに一旦帰島し、2日後の2月3日に17回目の、 紹介で出港。この紹介でも特別任務として、2月7日から8日に、かけてセラカ島に2名の沿岸艦シーンを上陸させたのを皮切りに、セレベスト、ニッパニッパ半島に2度、セレベストパレパレ湾に、それぞれ一度ずつ部隊を陸させた。2月23日、スティングレイは34日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。これが、スティングレイの最後の紹介となった。 スティングレイは3月16日にフリーマントルを出港し、パナマ運河を東に通過して4月29日にニューロンドンに帰還した。その後同地を拠点として活動し、7月29日にフィラデルフィア海軍交渉に開港され、同地で10月17日に退役する。スティングレイは1946年7月3日に除籍され、翌年1月6日にスクラップとして、 フィラデルフィアの解体業者に売却れた。スティングレイは第二次世界大戦の先行で12個の従軍聖賞を受賞した。スティングレイはアメリカ潜水艦級17回という最も多くの戦時紹介を経験した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。